さあ、ゆばくん一投目の回収です。いきなり1投目で開催さんが、いきなり最後もう見てた、もうなんか急に笑顔になって最初あの水かぶってわーとか言ってた、寒いって言ってたのに笑顔があふれてた。沿道の私は当たりがあったんですけど、針にはかかわらず、残念ながら。割れやすいですね、なんか。うん。ゆっくりでも常に巻いてました。巻いてた。ありがたりしながら。ちょっとフッキングが甘かったかもしれないね。さすがにかかってはなさそう。さすがにちょっと当たりを見る余裕まではなかったね。ゆばくんのもみじの記録は23キロぐらい、世界記録が30か29点。ああ、30はないとって感じだ、店長やることが多いです。
深海ザメを丘から釣り上げる。中層の方がちょっと潮が流れてるんだね。なんか珍しく着底が分かる。うん。そんなに上が荒れてるの。上荒れてて中層潮流れてるのにもかかわらず。あ、なに？あ、撮影者にテクがあるんでどうぞどうぞどうぞ使ってくださいスマホは僕の撮影者は電動を誇らせておいてカメラ回す唯一、あのカメラを回せる人間なのでなんなら2人ダブルシットした場合よタンボやるのもどうしようみたいな。カメラ回してタンボやって。ああ、ついてましたね。かわいいサイズの灯神でした。あ、今下にもいますね。下にもいますね、これ。
一匹つけたら俺に同人が来るわもしかしたら湯本さんのやつが同人だったかもあー同人ダブルでした